とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ラントくん、最強の必殺技が、増えたよね。ディープシャドウゾディアックで、これ、クイーンズブリザード。これのね、出る場所がわからないっていうコメントがあって、このクイーンズブリザード出る場所をお教えします。出る場所はこれ、極時空を超えた空の船、まあ極じゃなくてもいいよ、時空を超えた空の船、ここで出ます。で、雑魚やボスが出すんじゃなくって、途中で出てくる中ボス、サメキホジロー、あいつが落とすのよ。なのであいつを倒しに行こう。はい、行きますね。なかなかね、めんどくさい場所ではあるよね。敵も結構めんどくさいし、この無重力になって入ったりしなきゃいけないので、ちょっと普通のダンジョンとは違う感じだよ。うん、なんでちょっとめんどくさいんだけども、まあサメキホジローはちょっと手前の方かな、いるのは。でも入手するにはボスを倒さなきゃいけないからね。で、ここのボスはそこそこ強い、そこそこ強い、なんで要注意。うん、一人で、まあ、ソロで来ると結構周りの敵じゃない、仲間がやられちゃうことが多いので、まあある程度覚悟してきた方がいいね。でも入手すると強い、このクイーンズブリザード。今までの技の中で一番強いんじゃないかな。効果範囲も広いし、ダメージも取れる。で、まあ再使用時間はそこそこ長いけども、まあ、4つ入れていけばなかなか使えるやつだね、これは。よし、できれば俺もね、クイーンズのブリザードを4つでいきたいところかな。4つあれでいきたい。でも俺まだ3つしか持ってないのよ。だから今日はちょっと頑張ってあと1つ入手しようと思う。サメキホジローも意外と強いからね、あいつ。なんかちょっと中ボスだからね、弱いだろうと舐めてかかるとちょっと痛い目を見る。それぐらい強いから要注意の敵。だって一発一発のダメージがかなりでかいもん、相当痛い。多分マルチとかでやってやばい死んじゃったっていう人も多いんじゃない、まあ、特に今回のアプデで出てきたボスは結構なんだろうな、死んだことある人多いと思うよ。俺もね結構やられるから、分かってないとやられるやつとかいるからね。誰だったっけ、エルゼメキアとか、ちょっと戦い方わからないとレベルマックスでも多分やられる。いや多分じゃないね、絶対やられる。あいつは攻撃反射があるから、反射をつけてる時にランダ系の必殺技とかいったらもうほぼほぼ死ぬからね。よし、あ、戻っちゃった。あ、そうか、芸能人ガクトにしてる。そうかそうか、あれはねちょっとソロの時やりたいんだけど間違えた。でもいいや、なんとでもなる。ちょっと待って、敵の HP、 あ、 HP じゃん、レベルがやっぱりさすが800手前になるとダメージはそこそこ受ける。で、この先だよね、サメキホジローは。この先にホジローくんがいます。佐々木小次郎の
ね、ネタのやつですね。覇王エンマ玉。覇王エンマ玉。あ、武士なんだ。そうそう、ここはね、武士ニャンが出てくるのよ。たまーに。まだ俺入手はしてないんだけど、武士ニャン欲しいな。そんな強くはないと思うよ。強くはないけども、まあなんかちょっとネタとして一体欲しいな。よっしゃ、お邪魔ーず。もう混乱した。強いよね、雑魚的で1000とか受けるってなかなかきつい。きつい。よっしゃで、ああ別にいらなかったこれで。ここだね、小次郎くんは。こいつからクイーンズブリザード出ます。まあそこそこ強いから気をつけていってね。うん、待って、これ避けにくいんだよな。ああでも避けて、あ、ダメだダメだ。うん、ソロだったらまあいいけど、パーティーだとね、そのターゲットがばらけてずっと回避ができないな。難しい。じゃあクイーンズブリザードやっぱね、ダメージがいい感じ。まあ言うたらあのオーロラスマッシャーみたいな感じだけども、一発一発のダメージが増えて、で2発、打ち込む数が減ったかな。打ち込む数が減ったっていうのはすごい、うん、その分隙が少ないっていうことだからね。 OK、 2倍ぐらいになったな。これでどうだ、これでどうだ。いいね、いい感じいい感じ。クイーンズブリザードは超おすすめの必殺技、かっこいいしね。さすがはラント君とエルゼメキアのなんか合体技みたいなやつだもんね。おっしゃ、強い。出たか出たか、見えない見えない、ごめん見えない違うな、出てません。ちょっと出るまでやるね。これでどうだ。あ、出た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 、2回目で出ましたね。出た、はい、クイーンズブリザード出ました。まあドロップ率はそんな高くないかもしれない。でも3、4回いけば1つは入手できると思うのでやってみてください。この他にも出る場所があるかもしれないけども、まあ今のところ探し当てたのはここだけですね。はい、取ってみてください、ラント君の最強の必殺技。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや